セシ峠、セシ峠長部。峠名を表す標識は特にないセシ峠は、山形県小花沢市と村山市を結ぶ峠である。標高371メートル。山形県道29号小花沢関山線が走っている。大型車通行禁止で、陶器は通行止めになる。小花沢市、延沢の住民が古来より、 この辺りの商業の中心地であった村山市、立岡まで、買い出しや出稼ぎに向かう道として使われた。立岡から見て、北東方向にある、野辺沢を夜明け前に出発した旅人が、峠に差し掛かると背中に朝日を浴び、用事が終わって帰る途中に背中に夕日を浴びたことから、斜社峠と呼ばれるようになった。 前線を通して、ら折れが連続する典型的な山岳区間であり、断崖絶壁の区間も長い。一車線ほどの車のすれ違いが不可能な場所も存在する。その場合は、車のすれ違いのために、断崖絶壁に切られたつづら折りの道を更新しなければならない。ただ、峠の頂上には2から3台程度車を止められるスペースがあり、羨まし、 袖先の水田地帯を眼下に望むことができる。現在は道路整備が進んだため、延べ沢の住民も小花沢市中心部を通り、国道13号経由で村山市方面に向かうため、交通量はそれほど多くない。銀山温泉など小花沢市東部から村山市南にカーナビで経路検索を行うと、距離が短い瀬者峠経由のルートを案内される。 現在の峠は、自動車が通行する県道を29号線にあるが、神馬だけが通っていた時代の峠は、現在とはまるっきり違うルート上にある。その頃は、背炙り峠ではなく、背中炙り峠と呼ばれていた。江戸時代中期の古文書では、背中炙り峠、江戸時代後期の古文書では、背中炙り峠と記されている。また、地域の古い人も、 背中あぶりと呼ぶことが多かった。この峠は歴史的に重要な役割を果たしてきた。古代から明治初めまで宮城県側から山形方面への重要ルート上にあったと言われている。宮城県の軽井沢峠から山形県側に入り、上の畑、六沢、延沢、旗沢を通ってこの峠を越え、さらに山沿いに中沢、新山、 湯沢を通って、縦を買い続いていた。やがて、15世紀中頃から、今の銀山温泉の近くで大規模な金、銀の採掘が行われてからは、金、銀の主要な搬送路としてこの峠が使われた。逆に鉱山へは、推定2万人が消費する食料などの日用品も、この古道で運ばれた。しかし、全国でも、屈指の鉱山も世紀のばを過ぎると、 水退してしまうが、今度は、では散々への散形路として使われるようになり、大宇地方だけでなく、関東地方からも、盛んに散形車が通行した。江戸時代には、宿駅制度が始まったが、背中炙り峠を越える道はそのルートには、選ばれなかった。それでも背中炙り峠越えが、盛んに行われた。しかし、江戸時代の後期になると、 ついに宿駅制度の疲労が顕著になり、宇宙街道の宿駅と背中炙り峠を利用する地域の間とで摩擦が、生じ、背中社峠一件と言われる大干所での訴訟になった。今でも U 字型に大きく凹んだ古道の跡がある。現在の古道は一部を除いて通れなくなっているが、それでもはっきりした道の形を残している。人馬が通る。 道の幅は2メートルほどで、道の両脇を含めた横断面が U 字型に深くくぼんでいる。千年間以上も使われた古道にふさわしい。古道の峠は、現在の自動車が通る峠から南南東の方向へ約500メートル、標高は430メートルに位置している。古道は全般的には、おね状に作られているが、峠に隣接している一部の場所だけは例外で、 緩やかな尾根を避けて、急斜面の岩盤を削って作られている。その例外となっている尾根には、16世紀半ばから17世紀の、初めまで一帯を支配していた延沢市の盾があった。盾を作ってまで守る重要な峠であったようだ。背中ぶり峠には、万年堂、バー地蔵堂等が、静かに佇んでいる。背中ぶり峠には、バー地蔵堂、大きな、湯戸の山。 大日堂、山の神の石仏を見ることができる。古道が盛んに使われていた時代は、地蔵堂が休憩場所になっていた。峠を少し西側へ下ると、旅人の乾きを癒した工房清水が流出している。古道が盛んに使われていた時に、峠の麓にある、小花座沢市及び村山市川の集落は、峠越えの二パンの基地になっていた。今でも、 他の地域に比して、特別に、多い石仏が現存している。江戸時代に増流したと思われる六面堂、一時、一石区用島、馬頭館世音、高新島、湯戸の山、増島山、万年堂等の足したような石仏があり、古道の通行が盛んであったことを証明している。自動車が通る、現在の道路は、明治以降に改作された。改作された時期については、 明治18年、明治30年、昭和5年と郷土市屋によって記述が異なっている。明治以降も何回か強作があり、その度に休眠対策として道路改良工事が行われているところを見ると、振動は何回もの工事で、ようやく完成したものとも考えられる。複数の郷土市に昭和9年には、 立岡と銀座温泉間の定期バスが運行されたとの記述もある。峠と村山市中沢に近い尾根のつづら折れの場所で、遠くに旭連峰、葉山を眺め、眼下には、もがみ川が流れる村山平野の大きな水田地帯が広がる。道路のすぐ下には村山市中沢の棚田と山里が美しい。ありがとうございます。